山田です。いきなり卵割っております。いやでな、おい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 、とんでもないタイミングでお前 GPS ずれてくれたな。リリーラが生まれる瞬間取れなかったじゃないか。はい、ですね、ちょっと説明をね、本当はね、してからね、卵をね、割ろうと思ったんですけどね、なんか操作間違えました、すいません。ですね、今日の朝いきなりですね、なんか事前に何も言われていなかったイベントというか、卵の中身の入れ替えの発表があったんですね。で、これの内容がどういったものかというと、化石ポケモンたちですよね。まあちょうど今生まれたリリーラとかももちろんそうなんですけども、まあ初代でいうとこのオムナイトとかね、あの辺もそうです。化石ポケモンたちが7キロ卵に入りましたよっていうアナウンス、さらにはリオルがですね、10キロ卵から生まれて7キロ卵から出たよっていうような、そういったアナウンスが、されました。はい、今ちょうどじゃあその中身確認しようと、いった、ところでございます。なのでまあ一回全部見てからね、その中身、詳細についてちょっとお話ししていこうか。まず1体目はリリーラでした。はいはい、2個目、すごい卵のね、卵ちょうど見てた画面なんで、ちょっと卵と卵両方行き来する感じになりますけど、はい、ということでオムナイトですね。はい、3つ目いきましょう。で3体目はおー、カブトか。はい、今のところじゃリリーラ、オムナイト、カブトってかぶりなしですね。いやこれさ、発表が来たのがね、今日の朝ということだったんで、もうそっからね、まあギフトもちろん開けたんですけど、いやもう使うんですね。はい、卵普通に持ってたから、2玉とか5玉はね、消化してからじゃあギフトやろうと思ったんですけども、ちょっと10キロ卵時間がかかるやつがねあったから、その9連って感じでできませんでした、すいません。はい、おプテラもそうだよな、プテラも出るよな。よし、プテラじゃあ色違い狙えるじゃんね。5体目、はい、今んところ12、そうですね、次が5。おえっ、おっ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいじゃんいいじゃん、アーケンいいじゃん。いやさっと出たけど、こいつどうなん確率、そこの話はちょっとこんなに割り終わったらしますけど、ムプテラね、はい、はい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 。であと1体ぐらいかな多分、あ終わりか。ということで今7個割って、リリーラ、オムナイト、カブト、ズガイドス、プテラ、アーケン、プテラということでね、はい、上1列がなんかあれですね、鳥類がね固まってくれましたけども、はい、今回やっぱり目玉となっているのは新しい世代の化石ポケモンですね。はい、ちょっと順番的には多分逆、本来だったら逆の方がいいんですけど、公式さんの発表内容バッと今見ていきますね。まあ7キロ卵か化石ポケモンが帰りますよと。で、帰る内容が、オムナイト、カブト、プテラ、リリーラ、アノプス、ズガイドス、タテトプス、プロトーガ、アーケンと。はい、でこれのみと言われています。7キロ卵からは、今日の朝からこいつらしか帰りません。普段だったらアローラ系ですよねが入っていたりとかしたんですが、今そういうのは一切生まれず化石のみとなりました。ポケモン GO にはプレイしている人が持っていない人がちょっとまだ多い。プロトーガやアーケン、これがですねだいぶ狙いやすくなったと。で下に書いてあるのが2キロ卵、5キロ卵、10キロ卵からは化石ポケモンは帰らないよと。はい、ということでどっかに被って化石ポケモンが入ってるってことはありません。化石ポケモンが欲しい場合はもう7卵割ってくださいという感じですね。でこれ面白いのがですね、今回のこの卵の入れ替えっていうのは終了期間が発表されていないんですね。この現象がいつまで続くか分かりませんが、スパークは詳細を調べているようです。 SNS やプッシュ通知、メールでの最新情報のご確認をお忘れなくというふうに言われております。ということでいきなり来たこの7キロ卵の変更、今までとちょっとタイプ違うなと。ということでちょっとまあプラスアルファでね、今回ちょっとこのイベントについてお話ししたいことがありますので、一旦スタジオの方に行こうと思います。はい、スタジオの方に来ました。いやー外ね、花粉すごいね。うん、花粉の薬をちゃんとね毎朝飲まなきゃこれはダメだな。うん、ちょっと今後ね多分ねロケマスクさすがにしてる瞬間音増えるです、すいません。うん、まあ、花粉もあるしね、巷で今噂のあれがあるじゃないですか。うん、怖いからね一応ねマスクしていきましょう。今回ですね、まあ、7キロ卵の中身が入れ替わったということで、まあ、僕ねさっき、ね、割った分プラスアルファでギフトでねまだ、7キロ卵取得ができましたので、そいつらもね割って化石ポケモンたちちょっとね普通に集めていこうと思うんですけれども、なんか最近ですねナイアンティックさんがギフトおよび7キロ卵
っていうものの扱いをですね、なんか今までと若干変えてきたなというような印象があります。7キロ卵っていうのは今まではですね、まあ、7玉から生まれるの、まあ、アローラ系のポケモンたちですよねっていうのは結構長らくいたわけですね。で、イベント限定でアローラプラスこいつらが来ますよみたいな。で、今回に関しては7キロ卵総特会なわけですよね。今までいたアローラとか、なんかベイビー系っていうのが一切出ない状況にして、その代わりこの中に、今化石ポケモンを入れるということで、まあ、2、5、7、10ってね、今卵って4種類ありますけども、そのうちの7キロ卵っていうものを、なんかそのイベント枠みたいな、イベント枠にしといて、で、イベントがない時の通常もちょっとレア、野生だと出てこないポケモンみたいな風に、こうしていくような傾向が見られますね。これロケの時もね、お話ししたんですけど、バレンタインの時もね、中身変わってたじゃないですか。で、バレンタインの時もギフト自体をこう開封する機会が確実に増えたわけですよね、トレーナーさんも。で、この化石ポケモンのイベントがあって、またしばらくしたら、フレンド関連のイベント、もうこれ告知があるやつ、これ始まるじゃないですか。確か金曜日だよね。フレンド間のギフトの送り合い及びそれの開封っていうものを、ナイアンティックさんが推奨しているような、ちょっと気がしますね。まあ、ぶっちゃけ7キロ卵って、まあ、こういう感じでイベントがない限り、そんなに悪メリットがないっていう風に感じるトレーナーさんが、まあ、多いとは思うんですよね。砂の獲得量が5玉と7玉って同じなんですよね。で、7キロ卵から生まれるポケモンに、もしも、別に欲しいやついないやというふうに思われているのならば、7キロ卵って取得をせずに、2、5、10を割ってる方が砂効率がいいとか、7キロ卵が影が薄くなる瞬間っていうのが今までやっぱりあったわけですよね。だったらその7キロ卵をうまく有効活用しようぜ、みたいなナイアンティックさんの、なんか思惑というか、そういうのがちょっと見えますね。こうなってきたから、僕ちょっと今、自分がプレイする上で考えてることがあって、ギフトの送り合いができる、活発にできるフレンドさんが一人でも多い方がいいなーってちょっと今思ってるんですね。もちろんそのフレンドさん普通にいるので、そのフレンドさんたちで、まあ、ギフトの1日の開放上限ぐらいは、まあ、普通にいけるんですよ。で、ギフト開けて、で開けた分だけ僕も相手の方にお送りしてって、まあ、ギフトがない時とかね、あ今送れないごめんみたいな、後で送りますみたいな気持ちで、ね、開けちゃう時もあるんですけど、7キロ卵の重要性が上がってくるんじゃないかなと、ちょっとね今回のこの流れを見ていて思いました。で、この化石ポケモンたちがじゃあいつまでなんだっていうお話なんですけども、今一番濃厚なのは2月の26日までですね。正確には26日には出てこなくなっちゃうんじゃないかなと思っています。なぜかというとポケモンデイがあるんですよね。はい、日本時間2月26日早朝から、ポケモンデイイベントがスタートしまして、この時から、7キロ卵からとんがり帽子をかぶったゼニガメ不思議だね人影が登場しますよというふうに、こちら公式さんが、文章を書いています。ということはですね、このイベントがスタートしたのは19日の早朝なので、丸1週間ですね。1週間、化石たちだけが出て、26日からこの化石たちが元通り他の卵に戻っていって、26日からは今言ったとんがり帽子の御三家、まあ、もしかしたら化石と御三家みたいな感じで混じるのか、アローラとかが入っている7玉の確率にプラスで帽子御三家なのかもしれないんですけども、新しい世代の化石ポケモンたち、こいつらが卵から欲しいよっていう方はですね、その前の段階ですね、はい、26になる前にしっかりと、ギフトから7キロ卵を出して割っておきましょう。で、ギフトの開放上限が21日からですね、こちら引き上がります。そうなってきた時にさらにですね、効率的に、ギフトというかその卵を割っていこうと。これがフレンドウィークエンドイベントは2月21日の朝8時からなんで、日付またいだ後にこう開放しようとしてもギフトの開放上限が普通にまだ引き上がってないので、その点はご注意。今フレンドはね、確か140ぐらいなのかな、140ちょっといらっしゃるんですけど、あれが多いです。海外とか、あとは僕が他の地域に行った時にそこの現地のトレーナーさんとか、うん、そういうのがすごく多いので、まあ、割かしですねキラフレになったけど、あんま別に会えないかなーっていうような、近くでねオフ会やるときに、その方とトレードできたらいいなみたいなね、そんな感じのことは思うんですけどね。ちょっとこれ今ちょうど今下にギフト拾ってたんですけど、これ見えますかね、ギフトじゃねえわタスク、はい、ギフト3個送る、
これスポンサー系の、ポケストップから取得できる、タスクの一つなんですけど、ギフト3つ送るだけで砂1000個もらえるんですよね。これはまあ普通に昔からあるやつですけれども、まあこういった時もね、やっぱりフレンドさんがいるかいないかでそもそもこれができるかどうかっていうあれがありますので、今後きっと7キロ卵の重要性が上がっていくと、思いますので、まあこれを機にですね、フレンドさんを増やしていけるようにね、動いてみてもいいかもしれません。なんか掲示板とか SNS とかそういったところでね、増やしていってもいいんじゃないかななんてちょっと思いました。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローをお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。